伊藤つとむは、熊本県、宝卓郡卓馬村出身の元プロ野球選手、監督、コーチ、野球解説者、評論家。現役時代は、保守として、歴代3位となる2327試合に出場。西武黄金時代の聖保守として活躍した。2002年、2003年は一軍総合コーチも、兼任した。現役引退後は2004年から2007年まで。 西武ライオンズ監督、2009ワールドベースボール、クラシック日本代表総合コーチ、2012年は、トサンベアーズヘッドコーチ、2013年から2017年まで、千葉ロッテマリーンズ監督、2019年から2021年まで、中日ドラゴンズ一軍ヘッドコーチを務めた。熊本工業高校定時制課程に在籍。当初は外野手だったが、 同学年で他校のライバルである藤村樹生の足を封じるために保守に転校した。この藤村樹生の次男である藤村大輔は熊本校の後輩にあたる。1980年全国高等学校野球選手権熊本大会決勝で秋山浩二をエースに用した八大高校を破り、第62回全国高等学校野球選手権大会に出場。当時、 西部の監督を務めていた根本睦奥からその才能を見出され、1981年に熊本校から埼玉県の埼玉県立所沢高等学校へ転校、同時に西部球団職員として採用された。昼間は職員としてのシャムの傍ら練習生として活動し、夜は高校中学という生活を送った。これは根本型球団に、 伊藤を奪われまいとするための囲い込みであったと伝えられる。1982年、ドラフト1位で正式に西部に入団。一軍監督の広岡達郎と一軍ヘッドコーチの森正彦の厳しい教育を受けて1年目の1982年は33試合、2年目の1983年には56試合出場と経験を積み、 1984年4月11日の日本ハム戦で当時正捕手だった黒田正宏が大宮達夫の折れたバットを左側頭部に受けた病院に運ばれすぐ電話があり上がってこられないかと言われ12日に2軍で1番級が早い新人の渡辺久信の球を受けてゴーサインが出て1軍に合流したぶっつけ本番で14日の半球戦からスタメンに入り 同年は113試合出場のうち108試合が先発初のオールスター出場し、同年より正捕手となる。2000年オフ、球団から高知県人を要請されたが、中途半端はいや、まだ現役一本でやりたかった。と断った。翌2001年オフ、フロントより現役引退、監督就任要請を受けるも誇示したところ、 じゃあプレイイングマネージャーでどうだと言われたが、これも辞退した。球団から選手としてはもう評価していないと言われたため、自ら高知県林で申し出た。2002年から2年間は一軍、総合高知県保守として、現役を、続行、2003年限りで現役を引退した。2004年より、西武ライオンズ一軍監督に就任。 オーナーの堤美義明から監督を10年やってほしいと言われる。伊藤本人の引退、松井和夫のメジャー遺跡、アレックス・カブレラの死給による長期離脱などで苦戦が予想されたが、伊藤の穴を細川徹が、松井の穴を中島博之が、カブレラの穴をロッテから移籍したホセ・フェルナンデスが埋めたことにより、チームはレギュラーシーズン2位からプレーオフ、日本シリーズを勝ち進み、 2年ぶりのリーグ優勝、12年ぶりの日本一を達成。現役引退後続監督となったのは6人いるが、2004年当時までは、いずれも成績は5位か最下位しかなく、このジンクスを破っての快挙だった。この年の中日との日本シリーズは、レオリュー対落合のオレリュー決戦と言われた。2005年は、オリックス・バファローズとの3位争いを制し、借金にながら3位に入った。 しかし、プレイオフでは2位千葉ロッテマリーンズに2連敗で敗れ、敗退した。2006年7月19日、ソフトバンク戦で、クロスプレーの判定をめぐり審判に暴力を振るったとして、選手時代、監督時代通じて、初の退場処分を受けた。同年は、日本ハムと1ゲーム差の2位となったが、プレイオフでは3位ソフトバンクの前に1勝2敗と、敗れた。 2007年は怪我人が相次ぎ交流戦で10連敗を喫するなど低迷。チームは26年ぶりの B クラスに陥落し、結局5位でシーズンを終えた。このため、成績不振の責任を取り監督を辞任した。伊藤曰く実際は解任だったとのことで、西部の監督として最後の試合となった同年10月5日のソフトバンク戦では、 球団から花束一つ用意されていなかったため、結局自分で花束を買い、ソフトバンクの大貞治監督に頼み込んで花束を渡されるセレモニーを自作自演したという。2007年オフ、2007年の日本シリーズで NHK 衛星第一テレビジョンのゲスト解説として解説者デビューした。2008年からは NHK などでプロ野球、メジャーリーグの野球解説者、 また同年から4年間週刊ベースボールで公式戦中にプロフェッショナル配球校を連載していた。2009年からは産経スポーツの評論家も務める。2008年11月15日、2009ワールドベースボールクラシック日本代表総合コーチに就任した。2010年から2年間、ジョージアダマシー賞の選考委員を務めた。2011年、 春季キャンプで韓国プロ野球 LG ツインズの臨時コーチを務め、翌2012年、トサンベアーズヘッドコーチに就任した。5月22日よりヘッド剣打撃コーチとなったが、6月に打撃コーチの職は解かれた。同年10月中旬、シーズン終了をもって退任した。なお、 2012年1月から10月までの約9ヶ月間に及ぶ登山での指導者生活は2012年12月2日 NHK 衛星放送にて伊藤務韓国プロ野球に挑むというタイトルのスポーツドキュメンタリー番組として放送された。2012年10月17日千葉ロッテマリーンズ新監督就任が基本合意に達した。 10月18日に就任記者会見を行い、日本一を勝ち取れるチームを作る。派手さは、不要、守り勝つ野球をやりたいと意気込みを語った。背番号は、西武監督、都産高知在任時と同じ83。2013年は5月以降校長を維持したが、夏場に失速。首位争いには敗れたが、A クラス争いに入り2位は、確保するかに思えた。だが西武が、 終盤に快進撃を続け勝てば2位が決まる10月8日の西武戦に敗れ3位に終わった。だが3年ぶり A クラスでクライマックスシリーズ入りを果たした。ファーストステージの西武戦は2勝1敗で下し、ファイナルステージの楽天戦へ駒を進めたが、ファイナルステージではシーズン中苦手とした仙台で苦戦した影響が響き、第2戦に勝利したのみで1勝4敗で敗退した。 2014年は、西部時代の教え子の和久井秀明が加入した。7月26日の大西部13回戦の試合で、西部が攻撃中の6回1試三塁で、打者、秋山翔吾が1から2からの4球目を、空振りしたように見えたが、球審の原真一郎の判定はファウルとなり、この判定に抗議に出たが、去り際に腹へ暴言を吐いたとして、自身通算2度目の退場処分を受けた。 4月に A クラスに入った以外は、すべて B クラスで4位に終わった。2015年は、シーズン3位に入り、クライマックスシリーズ進出。ファーストステージでは、北海道日本ハムファイターズを2勝1敗で下して、ソフトバンクの待つファイナルステージ進出。5年周期で巡ってきたヤフオクドームでのファイナルステージ、ソフトバンク対、ロッテの試合で、過去2回はロッテが制する展開で、 今回も期待されたが3連敗で敗退し、日本シリーズ進出はならなかった。2016年も3位に入り2年連続 A クラス入りを果たした。しかし、クライマックスシリーズでは、ファーストステージでソフトバンクの前に2連敗し、前年のファイナルステージでのリベンジならず帰り討ちに IQ 男子以上初めてファーストステージで敗退した。2017年1月16日、 プレイヤー部門表彰において野球伝道入りを果たした。8月13日、ゾゾマリンスタジアムでの埼玉西武ライオンズ、戦前に同年限りで監督を辞任すると表明した。理由は、これだけ成績が思わしくなかったのでと話した。また監督代行は立てず、シーズン終了までは指揮した。同年は自身にとって選手、監督同士で31年目にして、 初の再会に終わった。監督退任後の2017年10月30日、侍ジャパン協会委員会編成担当の強化副本部長に就任。2018年には NHK の野球解説者に復帰し、同時にスポーツ日本の野球評論家に就任。2018年10月29日、監督の与田剛ヨに招聘され、 2019年シーズンより、中日ドラゴンズ一軍ヘッドコーチに就任。背番号は91。2019年11月23日に2020年シーズンのコーチングスタッフが発表され、西部監督、都山コーチロッテ監督在任時につけていた83への背番号の変更が発表された。既婚で妻との間には1993年2月生まれの、 男児と女児の双子がいることを公表している。西部の監督時代には文化放送ライオンズナイターのジングルに双子共に声の出演をしていた。なお、2月はキャンプ中であるがゆえに子供の誕生日を家族で祝うことができなかったという。大の競輪好きで監督として日本一を果たした2004年には中野光一のラジオ番組 中野孝一のフリートークにもゲスト出演しており、ライオンズの選手にも競輪好きの輪が広がっているというエピソードを話した。競輪グランプリは毎年欠かさず現地観戦しているという。西部監督を辞任して野球評論家として活動していた時には、関東地区をはじめとする各地の競輪場でトークショーや予想会、テレビ中継のゲストとして招かれたり、競輪関係のイベントに、 ゲストとして参加することも多かった。そうしたこともあり、野球評論家時代には、経済産業少子館の産業構造審議会、車両競技文化会委員を移植されて、車両競技活性歌唱委員会委員を務めていたこともあった。一対戦相手に、アドバンテージ一勝含むの巻練習生時代は76番だったが、正式に登録されたものでないためか、 公式サイトのメンバー表や当時の選手名鑑などには記載されず、練習風景などを収めた当時の報道写真や漫画スポーツに掲載された伊藤つむ物語の作画などで確認できるのみである。なお、スポーツ日本連載の本人著、我が道2018年4月8日半においても、練習生として背番号76をもらい、と述べている。ありがとうございます。